小泉進二郎、行く。ガチの無能さん。小泉進二郎氏が、議員になってからの15年間で提出した議員立法が0件という驚異的な数字を残していた。完全に世襲制で、国会議員をしていると世間に証明されてしまう。ネット上では、これに関して。ひどいな、議員立法ゼロ中身ゼロ。AT&T フィールド。 こいつを首相に推してる推薦人もやばいよ。信じろ、法律って国会で作られてるんです。意外と知られてないんですけどね。もはや日本記録だろ、これ。15年で議員立法令権ってただ範囲やないか。これに投票してる神奈川県民にも責任がある。地元民、地元の祭りに来てくれるから。 新次郎は議員が法案出せるの知らなそう。この人が総裁選に出れるのやばい。議員を首にできる法案が成立したら、すぐ河野と小泉に執行されそうやわ。マジでひどい。